今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダー G3X ですね。はい、こちらは仮面ライダー G3X です。かなりカメラに収まらないぐらいでかいっす。 G3X ぽいですね、ぽいG3 と完全に断定はできません。そしてちょっと傷がねかなりあって、ここら辺とかひび入っちゃってます。でもかなり精密に作られてまして、こんな感じですね。目元とか口元もかなりちゃんと再現されております。このような感じですね。すごいいい出来です。かなり重いですけどね。裏面はこんな感じ。そしてこちらはちょっと被るのに磁石になってまして、これはすごい強力な磁石がここについてまして、それで取り外しが可能になっております。そしてこれはここ電池入れて、ここ電源あるんですけども、オンオフ、そうするとここが光ります。ここだけ光ります。あとは後のポイントは光りません。ここだけ光ります。はい、ということで目はこうですね、中はこうですね。こちら側が見えるようになってます。ここですね、ちょっとしか見えないですけども見えるようになってます。ではもう一回、ね、ガチって結構強めにはまりますね。それではちょっとまあスコレの方と比べてみましょう。なかなか再現度高いですよ。こんな感じでマスコレの方の側面、そして顎、口、これもかなり再現度高いです。そしてここですね、極めつけはかなり再現度高いです。すごいですね、作った人根性ですね。後ろもなかなかちゃんとできてます。いいっすね。はい、ということでかぶれるレプリカマスク G3X っぽいやつでした。チャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまた明日。